おい、セル、フリーザ様に対する貴様の態度は何だ。フリーザ様は宇宙最強のフリーザ軍の頂点に立つお方だぞ。フリーザ軍に入ったからにはフリーザ様には絶対の忠誠を誓え。私はあくまで手を組んだだけ、忠誠など誓う必要がないな。隊長、もういっそあいつの体を奪ってはどうです。やつとボディチェンジか。ほほう、それはなかなか面白いアイデアですね。何を企んでいるか大体想像はつくが、どうしてもというなら試してみるか。隊長、ダメだ、やはり無理だ。おや、珍しいこともあるものですね。あなたが戦闘力の高い体を見逃すなど。申し訳ありません。しかし生理的に受け付けないのです。あの色味といい、黒い斑点といい、なんだかカエルのようで。カエル？あ、そういうことですか。何の話をしているのか知らんが、私とカエルを一緒にするな。だがお前は運がいい。実行していたならお前の命はなかったわ。けい、言わせておけば。見返したければ少しは役に立つことだな。ちょうど目の前に敵もいる。貴様に言われるまでもない。正解でしたよ。ちょっと脅してやる。ナイス、見なさい。レッツゴー。ちょっと脅してやる。ハッ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 。
すごいわ。さすが宇宙の帝王フリーザってところね。誰だてめえ。人造人間21号。に、21号だと。まさかこいつが。その様子だと私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに、誰から聞いたのかしら。素直に教えると思ったか。そう言うと思った。いいわ、自分で調べれば済むし。軍のトップがわざわざ出向くとは、私に降伏でもしに来ましたか。まさか。用があるのはあなたの中にいる人よ。ここまでフリーザの力を使いこなして、その上セルまで引き入れるなんて、あなたの本質は意外と大悪党なのかもしれないわね。だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったですね。ずいぶんな言い草じゃないですか。ですが今は不問としておきましょう。あの女が現れたことの方が気にかかりますからね。それにしても私も知らない新しい人造人間が生まれているとは。まさかドクター・ゲロも蘇っているのか。いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって、研究所があれば目的は達成できるしね。つまり私たちを蘇らせたのはあなたということですね。何の目的で蘇らせたのか知りませんが、雑魚をリンクさせるとは悪趣味ですね。ああ、あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのに。おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクター・ゲロが考えそうなことだ。その目的が世界征服、宇宙征服といったところか。くだらん。そうね、私もくだらないと思うわ。ドクター・ゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙征服ができると私も都合がいいの。そのためにはあなたたちみたいな強い戦士が必要だったのよ。クローンなんかにはないオリジナルの強さを持ったあなたたちが。私たちを顎で使う気だったわけですか。あ、いろいろ話していたらなんだかお腹が空いてきちゃったわ。何をふざけたこと。そういうわけだから、おいしくなーれ。これは。そんな、さっきまで人間だったんだぞ。私と同じ生体エネルギー吸収タイプなのか。やっぱりクローンはいまいちね。100点満点中13点ってところ。成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな味がするのかしら。なるほど、私たちも食べるつもりですか。18号、出番よ。
ジュラジオ少しは楽しませてくれるんだろう。あ、ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけたやつめ。この私を餌扱いなど許しませんよ。あら、もうおしまい？次は貴様の番だ、21号。面白い冗談ね。本気で語ると思ってる？冗談かどうかはすぐに分かる。もっとも分かった時には貴様はスクラップ
だがな。スクラップって、私はメカタイプじゃないのよ。18号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どうやらろくでもないことを考えていますね。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。バカかあいつ、無防備じゃねえか。隙だらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。18号さん、フリーザ、それにセルまで。この野郎、よくも俺の嫁さんを。キリンザン、なるほど。21号、それが狙いですか。どっちが生き残るか見ものね。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえはセル、それにフリーザ、おまけにギーニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来た。ナッツだったか。ナッパだ、ふざけやがって。18号さん、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ふん、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで、お前たち絶対に許さないぞ。被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。しかしこれはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから。たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても、叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。あなた、今の状況を分かっているのですか。ここで戦わなかったとしても奴らは攻撃してきますよ。死にたくないならさっさと戦いなさい。この日をどれだけ待ち望んだことか、積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子
そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか？その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ？おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも？面白い。受けて立とうか。あのよ、何でもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら二人いっぺんでもおら構わねえぞ。私たち二人を一度に相手するだと？孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負、勝つのは私です。
二枚ましい矢の連中にとどめを刺すのです。ここまで強えなくな。せめて十八号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。フリーザ様。ふそういうことか。どうなってんだ。あなた一体どういうつもりですか。あと少しで息の根を止められるというのに。いいですか、あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人を地獄に叩き落とすのです。あなた私の邪魔をした上に説教をするつもりですか。ごちゃごちゃ言う暇があるならさっさととどめを刺しなさい。さあ早く。諦めのフリーザー、そいつの意志は固いようだぞ。くっ、体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。すべてが解決してから奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。やっぱりおかしい。フリーザのやつピクリとも動かない。おいフリーザ、もうおしめか。この目みてえに金ピカになんねんか。フリーザ様、どうされたのですか。さあ奴らにとどめを。残念だったなフリーザ、私の一撃を黙って見ているように。ふざけるな、こいつらはフリーザ様の獲物だ。奴は私が倒す。お待ちなさい。フリーザ様、ご無事でしたか。無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって。あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こったか説明してくんねえか。フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめっちまうし。貴様という男は。もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし、本当によろしいのでしょうか。構いませんよ。リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。
つまりどういうことだ？てめえ、ここまで丁寧に説明したのに分からねえっていうのか。はあ、ここまで話が通じないとは。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってことで、なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り込んでいると。ミソッカスでも通訳程度の役には立つようですね。そりゃどうも、お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか？そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。フリーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねんか。だったらよ、オラたちみんなでその21号っちゅうのやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたってこいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。あなたたちには私も地獄へ落とされた金があります。フリーザは知らんが、私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめえらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする？何？ほう、つまりリンクを解除して自由に動ける方法というわけですか。ああ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。リンクしてるっちゅうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ気持ち悪いだろう。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ、だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか。さあな、でもきっとなんとかなるって。いいでしょう、交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。よし、そうと決まれば早速ブルマンとこに。なあ、あっちの方角、まさかブルマさんが。ブルマ、すぐに行くぞ。まあこれ以上攻撃されねえよ、逃げろ。言われなくてもそうしてるわよ。でも行くぞ悟空。待て貴様は。なんだよこの大変な時に。そんなことより、リンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったらおめえらずっとそのまんまだぞ。なんでと。だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな、女はどうでもいいが、
その機械には用がある。仕方がありません。我々も行くとしましょうか。まさか共闘する羽目になるとは。貴様とは敵として戦いたかったのだがな。セルゲームの借りを返すのは全てが片付いてからということか。でもよ、ほらデーブ出あげたかんな。おめえに負けるつもりはねえぞ。ふっ、腕を上げたのが貴様だけだと思わないことだな。おめえも地獄で相当修行して腕を上げてきたんだろ。地獄か。どんなとこかよく知らねえけど、地獄ってすげえつれえ場所なんだろ。修行するにゃもってこいなんだろうな。オラも一見行ってみてえな。貴様は地獄を知らんからそんなことが言えるんだ。え？そうなんか？だったらよ、地獄ってどんなとこなんかちょっと教えてくんねえか？地獄は苦痛に満ち溢れた場所だ。それもいろいろとな。いろいろと何なんだ？勝手に想像するがいい。なんだよ、ちょっとくらい教えてくれてもいいのに。無駄口を叩く暇があるなら、一人でも多くの敵を倒すことだな。It's time to face your opponent! Shut up!
ケット。ああさあやるじゃないか。さてと、チッさあハハハ、アメイジング。無駄だ。さてナイス。さてと、チャンジャー。無駄だ。さあやるじゃないか。チャンジャー。無駄だ。ズラーニュンニュン。無駄だ。ズラー。さてと、全体のこの生き残らず、いかにしては解散ぞ。そこですか。チェイなら行くぞ。やるじゃねえか。仕方がありませんね。なかなかやるじゃねえか。こっちか。ファンタスティック。ワンダフォー。レスキュアスオーロッカー。そういえばよ、なんでおめえらフリーザなんかの言いなりになってんだ。部外者のお前にはフリーザ軍の素晴らしさなどわかるまい。なんだ、フリーザと一緒だとなんかいいことでもあんのか。いいか、フリーザ軍はな、戦士として戦うのには最高の環境なのだ。最新のメディカルマシンによる健康管理、高性能戦闘服の支給、さらに戦いの成果によっては星をボーナスでもらえるのだ。なんかよくわかんねえけど、いろいろ揃ってんだな。でもよ、それなら今のベジータとあんまし変わんねえんじゃねえかな。何よバカなこと。こんな辺境の星にこれほど素晴らしい軍があるわけなかろう。そんなことねえって、俺は嘘なんかついてねえぞ。まあボーナスっちゅんはよくわかんねえけんどよ、運命飯は食い放題だし、重力室でトレーニングだってし放題だしな。それにベジータのやつ働いてねえから修行に集中できるしよ。なんだと？よりにもよって働きもしないのに。そんなにいい待遇を受けられるだと？ベ
ベジータのやつ、なんて羨ましい。いや、許せねえぜ。お前たち、うろたえるんじゃない。環境がどうであれ、フリーザ軍は宇宙最強。この戦いでそれを証明し、ベジータに見せつけてやるのだ。になるでしょう。こいつはかつてないほどの面白い戦いだ。とりあえず例の機械は無事のようですね。それにしてもこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは、ブルマという奴はよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ、役に立ちさえすればね。何か考えがあるようだな。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けませんよ。おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう。なるほど。で、貴様はその腕を狙っているということか。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要ですからね。さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。
出発。もし減らず口を叩けなくしてやるの。動かしやがって。ハンター。ハンター。ハンター。ゴールを探せ。では行くぞ。一時はどうなることかと思って、フリーザ、セル、ちょっとソン君、説明しなさいよ。オラも難しいことはよく分かってねえんだけどよ。今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ。よく見てみなさいよ。あの性格の悪さがにじみ出た顔、あれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。意味わかんないこと言ってないで、こいつらどうにかしなさいよ。あのブルマさん、ちょっとこれには事情がありまして。ごたくはいい、さっさと例の機械とやらを作動しろ。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって、こっちにもいろいろあんだからさ。事情は分かったわけど、本当にそんなことが。まっそういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで21号をみんなでやっつけんだ。ソン君、本気なの？ああ。でも。女を早くしろ。んだ。そういう脅しには慣れっこなんだから。なに？私が死んじゃったら誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど、それでもいいの？ブルマさん、すげえたくましくなってないか？そっか、昔からあだったぞ。装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいるか。さあどうするのよ。仕方ありませんね、その提案受け入れましょう。フリーザ様、
今は本来の力を取り戻し、21号を倒すことが先決です。そのために全ての邪魔者を排除し、自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう？わかりました。全てはフリーザ様の望み通り。いい？約束だからね。それじゃ早速起動するわよ。えい！特に変化はないようですが。いや、どうやら効果はあるようだ。消えた。あの妙な気配が消えてる。おそらくその気配は私たちを乗っ取ろうとした精神のものだろう。だがそいつももういない。私の中にいるあなただけ未だに居座っているということですか。最後の最後まで手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。一応礼を言ってやろう。では感謝の気持ちを込めて苦し…あら、片手を上げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。バカな、全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに肝心なことを理解できてなかったのね。なるほど。つまり我々は嘘で利用されたということですか？嘘は言ってないわよ。自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。どういうことか説明なさい。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなの。だから自由に動くことはできても普段通り戦うのは無理ってわけ。そういや、そんなこと言ってたっけ。わりわり、話が難しくてさ。てめえら、ふざけた真似を。ああ、それと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻っちゃうから。言葉一つ満足に言えない元の状態にね。つまり今後我々にはこの装置と貴様が必要ということか。この私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だ。ふふん、なんとでも言えばいいわ。というわけで私たちに協力してくれるわよね。ふん、そう簡単に私がうなずくとでも。ちょっと何よそれ。あんたたちもうリンクしてないんでしょ。私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていないのですよ。あなたがいなくても痛くも痒くもありません。え、本当に？あなた方には私を騙した罰を受けていただかなくてはね。
そんなこと言わずに私たちと協力しましょう。あなた、一度ならず二度までも私の邪魔をするつもりですか？いい加減にしないと今度こそあなたを消しますよ。あ、これってひょっとしてまたフリーザの中にいるやつが悪さ止めてくれてんか？本当にあなたという人はこうも思い通りに動かないとは。いいでしょう、この私にここまで反抗したのです。全てが片付く頃までにそれ相応の覚悟をしておきなさい。まったく、ただの虫けらの分際でこうなってしまっては仕方がありませんね。私にリンクしているあなた、21号を必ず倒すのですよ。わかりましたね。たとえ孫悟空たちの力を使っても。